関西談合防止法違反の罪に問われていた三号町の前の町長に対し、大阪地裁は今日執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。判決を受けたのは三号町の前の町長森博典被告65歳です。判決文などによりますと、森被告は2020年に行われた町立保育園の建て替え事業の一般競争入札に先立ち。 設計金額を町内の建設会社に漏らし、入札の構成を妨害したとされています。今日開かれた裁判で、大阪地裁の宮間真理子裁判長は、犯行は入札制度の根幹を揺るがす悪質なもので、調整に対する信頼を損なった点も軽視できないと指摘しました。 その一方で被告が事実を認めすでに町長を辞職していることなどから一定の社会的制裁を受けているとして懲役1年6か月の求刑に対し懲役1年6か月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。